はい、ということでよろしくお願いします。どうもハイチです。今回ワンワード3組目の素敵なゲストに来ていただきました。まず自己紹介の方よろしくお願いします。はい、皆さんこぴにちは。こぴと申します。よろしくお願いします。普段歌歌ったり YouTube に動画投稿させていただいたりしてます。よろしくお願いします。お願いします。小顔だろう。いや小顔だろういやいやそんな、ありがとうございます。生で見たらもっとびっくりするからねありがとうございます。はい、ということで今回はね、コピさんに来ていただきました。いや嬉しいです。お会いできて本当に。はい、初めましてと。初めましてなんですよ。そう。初めましてなのにさっきからもう群馬トークで盛り上がらせていただいちゃって。コピさんもそう群馬で、知らなかったんですけどね、群馬の方で、うん、しかも割と近いっていう。本当ですね、びっくりしました。今回もですね、これまでの、コピさんを表す漢字一文字、そして、はい、これからの漢字一文字を決めてきていただきましたので、そちらに沿って話を聞いていただけたと、聞いていけたらと買いました思いますので、よろしくお願いいたします。まずは、はい、これまでのコピさんを表す漢字ですね。はい、はい、これまでですね、早速発表していただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、発表させていただきます。これまでのコピーはこちらです、はい、ドン。あー、だって水だ。水です。なぜ水なのかお聞きしていいですか。はい、この水ってこう、はい、いろんなものに形を変えられると思うんですよ。例えば氷だったりとか、はい、まあ、もちろん水として飲めたりとか、はい、細かく砕いてかき氷にしたりとか、はい、こういろんな形に変えられると思っていて、はい、なんか自分も今までいろんな形に変わることが好きというか、例えば小学校の時の話にはなってしまうんですけど、はい、結構おとなしい性格で、もう人に話しかけるのも緊張しちゃって話しかけられないみたいな感じ。え、あのコピか？どのコピえ、コピさん結構内気？めちゃくちゃ消極的のタイプで、男性なんか絶対喋れないみたいな感じで、はい、そうなんですね。もう休み時間も一人でほとんどいたんですよ。今のコピさんだけを知ってると、しかも自分みたいなリアクションになりますよね、きっと。そうですね。なので、はい、今 YouTube 初めて見る小学校の時の同級生とかは結構びっくりすると思います。はい、え、あいつ何やってんのみたいな。そうキャラ変わりすぎでしょって言われると思います。それぐらい結構今とは全然違くて、まあなんか本当に友達がいなくてぼっちだったというか、一人の時間がすごい多かった時に、はい、なんかこのままじゃいけないなと思って、はい、ちょっとこう人に話しかけてみたりとかできるようになってきて、はい、小学校の頃の自分とはまた成長した高校生大学生の自分になったりとかして、はい、でまた大学卒業して看護師に一度なったんですよ。はい、そこから今はアーティストとしてこの活動させていただいているというところで、いろんなこう形に自分が変化しているなっていうのと、人にどう話しかけたら仲良くなれるかなとか考えることがすごく多くて、人に合わせて自分がちょっと変化するっていうのが水とちょっと似てるんじゃないかなと思って水にしました。ね、まあ人にこう合わせようと思っているのがいい面もあるかもしれないんですけど、合わせなきゃとか、うん、あ、こうしなきゃ、こうしたら喜ぶかなとか気を使いすぎちゃうみたいなところもあって、うん、それがなんかこう、うん、いい意味でも悪い意味でも水なのかなと思って、この一文字にしました。すごい意外でした。あ、意外ですか。勉強不足だったのもありますけど、うん、いやもうそんな。そっか、水か。そうなんです。ハイチさんは何を想像してくださったとか聞いていいんですか。自分は看護師経験されて、はい、でアーティストにも活動されてるじゃないですか、はい、多分相当レアな経歴だと思うんですよ、その経歴っていうのが。そうですかね。で、だって大学で多分看護を学ばれたんですよね。あ、そうです、そうです。で看護師になって、そっからってアーティストですよそうですね、確かになか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 ないかもですね。そう、だからやっぱ変わるっていう感じがやっぱすごくイメージが強い。だから変化の変とか、あ、はいはいはい、そう、その辺なのかなと思って、多分理由はちょっと似てるとは思うんですけど。あ、そうですね、そうですね。そう、やっぱ水っていうのは思わなかったっていうのもありますし、はい、でこれちょっと余談になりますけど、はいはい、自分が水が好きなのでただ嬉しかったっていう。あー、そうなんですね。自分水がすごい好きで、あのちょっと中学の時に、まあ、いじめを受けてた時期があるんですけど、うん、うちあの田舎で利根川がすぐ近くに流れてたんですね、はいはい、で利根川の土手行って、うん、辛い時に水を見てるのがすごい好きだったんですよ。癒されますね。なんか水って、うん、こうなんかすごい優しい雰囲気だけど、うん、例えば波になればものすごい力強いものになって脅威にもなるって、うん、そう、だからそういった意味で自分も強くなりたいなとか、うん、ああいう風に人に流されずに自分らしく生きていきたいなみたいなのがあって、はいはいはい、そう、水が好きだったんで見た時におおすげえと思って。おー、
私本当にこのしっかりした理由みたいなのはなくて、でもともと絶対看護師になりたいってずっと思ってたわけでもなかったんですよ。でもこういろんな仕事がこう人のためになるとは思ってるんですよ。でその中で私は人って何が一番大事なのかなと思った時に、なんか心と体の健康がすごく大事だなと思って、あ、じゃあその健康をサポートできる医療従事者になりたいなって思って、そこからこう、まあ、いろいろ調べていく中で、看護師っていう職業にすごい魅力を感じて、処置とか治療とかの面で体にも関われるし、精神的にもこうサポートできるっていうのがすっごい素敵だなと思って、私もなりたいなと。看護師って選択肢が自分の中に出てきたのっていつ頃ですか？それは本当に高校生とかです。あ、そうなんですね。高校生の時にもう進路決めるっていう段階で、本当はもう医療系だったらって考えてたんですよ。大きな括りで、もう医療事務とかもちょっと考えた時もあったりして、本当高校2年生ぐらいの時ですかね、もう大学どこにするかみたいな決める時に、もう看護師だったらもう看護の大学か専門学校で決まってたので、じゃあもうここは看護の大学に行ってがっつり勉強してみようとなんか思ったんですよね、その時に。特にそのきっかけがあったとかではなくて、私看護師なのかもってなんかパッと思って。あ、そうなんだ。もともと本当にその血とかは苦手だったんですよ。あ、そうなんですか。で看護師なんて無理って思ってたんですけど、あ、私って医療事務とかよりももっと人に関わりたいって思って、看護師だみたいな。あ、プレイヤーの方がいいんでしょうね、結構。あ、そうですね。看護師さん世話になったんですよ、俺大学の時に。そうなんですか。そう、自分一回あの大学の時に病気してて、風邪をこじらせたんですよ。腎臓にさ、あの風邪の菌が移っちゃって、そう、医療で治るものではないから、本当にいつ悪化するかもわからないから、それは覚悟しながら行きなさいって言われたんですよ。そう、でも受け止められなくて、当時19歳の時に、で2日ぐらいですね、荒れ腐ったんですよ。入院してたんですけど、でその時に看護師さんにもすっごい話聞いてもらって、めっちゃ泣いたんですよ、看護師さんの前で。もう全部さらけ出したんですね。そうです、そこで全部もうぶつけて、もう理不尽極まりないんですよ、俺の言ってることは。多分あの時そうなんですか。そう、でもそれで、これは自分に与えられた試練だから、ちゃんと受け止めていきなきゃダメなんだって思って、今全然その病気になったこともいい経験だと思っているんですけど、あの不動産とか看護師さんたちがいなかったら、でもここに至ってないんですよね、自分は。そう、じゃあもう救われたんですね。あ、そこで救われました、救われました。それがやっぱこの看護師側としてもすっごい嬉しいんですよね。なんかその人のこう人生に入り込めたというか、なんか自分が一部になれたみたいな。いや、本当その通りですよ。なっていただいて、できることなら感謝を告げたいですもんね。本当お世話になったので、もともと私趣味でそのインスタグラムにギターで弾き語りをしている動画を上げていて、でその動画をたまたま今の事務所の方が見てくれて、そこからこうスカウトしてもらってっていう感じ。そうなんですね。そうなんですよ。なので私もびっくりって感じで、最初は両立をしようと思っていたんですよ、実は。でもこうよく考えた時に、看護師もアーティストも中途半端になってしまったら、もちろん患者さんや一緒に働いてる人の迷惑にもなるし、自分がしたいからといってそれはちょっと押し付けちゃダメだなっていう思って、それだったらちゃんと看護師を辞めて、一旦このアーティストっていう仕事にもう向き合おうかなと思ってですね。え、レッスンに通われたとか全くなく？ないですね、ないです、ないです。出たよ、もういや、本当に。でもこうアーティストになってから、もうやっぱりその基礎をちゃんとしたいなっていう気持ちがあって、基礎がちゃんとできてるからこそのこう人に届くのかなっていうところで、こうボイトレに通ったりとかギターレッスンちょっと通っていたりはしました。将来的に、一つの目標というか夢で、自分がお芝居して、その作品で自分が主題歌を歌うっていうのが夢で、すごい。いや、いいですね。将来的にはそのお芝居とかもやっていきたいなっていう積極的に思ってて。そのお芝居の興味もちっちゃい時からですか？あ、わーなくて、そうですね。まあ、もともと映画とかドラマとか見るのはすごい好きなんですけど、お芝居に興味持ち始めたのは最近、アーティストになってからかもしれないです。あ、そうなんですね。なってから、なんかこう表現する立場になって、あ、歌以外でもなんか表現したいなと思って。で、お芝居ってすごいいいなって思いまして。YouTube で歌動画を出している方たくさんいらっしゃると思うんですけど、そうですね、
みんなさん上手なんで、 そうですね、はい、その中で自分はどういう色を出せるかなっていうところで、うん、こう曲によって結構声質というか声色を変えていたりするところがこだわりかもしれないですね。歌うが演じるですよね。ありがとうございます。私も素人ですけど、いやもう歌い方とかその声質とか素人じゃないですよ、もう歌われてますもん素人が歌ってるだけなんですけどあ、こう多分こういう風に表現をされたいから、ね、こういう風に歌うんだとか。うわそれすごい嬉しいですよ。もう本当にそれこそそう言ってて私も、はい、あ本当ですか、よかった。演じるっていうのをすごい大事にしてますっていうのを言ってて、これ喋って気持ち悪いってなったらどうしようと思って危なかったちょっと危ない橋渡った今歌の時は演じるっていうのをすっごい大事にしてて、まあその曲によって登場人物が違ったりとか、はい、ストーリーがあったりとか、はい、いろいろ違うと思うんで、どれだけその曲に入り込めるかっていうのをすごい大事にしてて、最近で言ったのはAdoさんのうっせぇわは衝撃でした。ちょっと言葉が間違ってるかもしれないですけど、もう一種憑依してる感じだと思ってて、うわかっけーって。ありがとうございます。こういろんな色を出していきたいなっていうのはあって、そうですね、演じたかもしれないです。あれ もう歌い方もそうですし、結構映像の撮り方とか編集とかもちょっとこだわっているので、はい、結構ご自身でされてますよね。そうですね、ほとんど自分でやることが多いです。すごいですよね。いやもうちょっと見てほしいんだわ、見てほしいんだわコプタのチャンネルのやつ。いやぜひぜひ。そうなんかどっかの概要欄かなんかで、はい、編集とか構成全部ご自身でされてみたか、なんかどっかで目にしたとかあって、 ありがとうございます。これをみたいな。いやいや、もうそんな全然初心者の編集なんですけど、でも編集内容は本当に。いや、あれ、そっか、俺頑張ります、編集。いやいや、そんな、もう本当に YouTube 始めたタイミングで編集も始めたって感じなんで、はい、もうできることは本当に初心者しかできないことをやってるだけなんですけど。ちょっと。なんか言うてますよ。いやいやいや。なんかこう映像として見てる人にも届けたいなっていうのがあるんで、適当にはこう出したくないっていうか。かっこいいでしょ。見てください。さあ水の次は。水の次はこちらです。はい、これからのコピーは、はい、ドドン。全然予想ができない。じゃん。これです。A 級の A。そうです。A 級の A。これはですね、はい、長く愛されたいなっていう、長くずっとこう見てもらえるというか、まあ、もちろん勢いをつけるっていうのも大事だと思うんですけども、はい、ずっとこう見てもらえるっていうか、あこの子がいるからこう人生頑張れるとか、明日も頑張ってみようかなっていう人間になりたいなっていうところで、はい、この長いっていうのを入れたんですけど、2つちょっと迷ったのがあって、更新のコーと長いでちょっと迷ってて、はい、でもやっぱり自分の中でのその水のコピーは忘れたくなくて、はい、ここに水が入っている、そう思ったの、感じを選びました。そう、あ水の感じのあれだと思って、あすごい、それは嬉しい。あれ繋がってるんですね。そうなんですよ、やっぱりその根っこの部分の自分は、うん、変わりたくないというか大事にしたいなってなって、そこからこうどんどんこの点と線が入って長いになってるんですけど、その自分としての軸は大事にしたいなって思うところですね。なんか人生が3週目ぐらいの方だっていうすごいしっかりされてるというか。いやそんな、ありがとうございます。コピさんって人の心が好きですか？あ、大好き、大好きっていうのはなんか変ですね。なんかその心っていうのがすごい大事にされる方なんだろうなって。なんかたまに生放送とかもされるじゃないですか。しますね。そうで、こうあお酒飲んでると思ってたまにちょっと遊びで見てるんですけど。応援してくださる方を、まあ、みんな大事にしてると思うんですよ。まあ、YouTuber だけじゃなくて芸能人の方もそうですけど、でもちょっと違う次元で程よい距離感にいたいというか、っていうのをすごく思ってらっしゃる方なんだろうなっていうのを、勝手に思ってて、だから今すごいこれを聞いてた時にやっぱそういうとこなんだろうなっていう。いやありがとうございます。活動している方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、いろんな方がいる中で、はい、私は有名人芸能人っていう感じではなく、はい、もうコピちゃんっていう子を見るとこう元気になるなとか、ちょっと今日もなんか生配信遊びに行ってみようかなみたいな、そういうこう軽い気持ちで私に会いに来てもらえるっていうのが
すごい嬉しくて、なので私もこう寄り添いたいっていうか、私も何でも言ってみたいなことは生配信でよく言ってて、もう友達みたいな感覚で話しかけてもらえればいいからみたいな感じで、こう私のファンクラブも実はあるんですけど、そのファンクラブの中でも本当に友達とやる LINE みたいな感じでグループチャットで盛り上がったりとか、なんかそれが自分の帰る場所っていうか、なんか嫌なことが仕事とかで学校とかであったりしても、あ、かえってそのコピちゃんに何か相談すれば心和らぐし、そのファンクラブとかに帰ってみんなとお話できればいっかみたいな、そういう存在になれたらいいなと思って、ちょっと距離感っていうのはすごい大事にしてるかもしれないです。コピさん、いつかなんか学校とか行ってなんか子供たちなんかしません？なんかコピさん多分思春期の女の子ってやっぱり悩み抱えてる子がすごく多くて、うちのチャンネルにもすごく多いんですけど、やっぱり多分すごくいい距離感で話を聞いてくれるお姉ちゃんっていう感じなんですよ。いやー、なりたいですね。そう、話聞いてて、もしね、今日ね見てくださってる方の中で知らなかったらぜひ、生放送、このお姉ちゃんお酒飲んでるかもしれないけどもすいません、すいません。でもチャット欄とかもあったかいですよね。本当友達と話してるみたいな感じでみんな。そうですね、そうしてほしいっていうのありますね。その一日一日の目標みたいなものあって、こう目標を自分でこう毎日毎日更新していく中で、自分はあ、これになりたいな、これやりたいなっていうのが見つかればいいかなって思うので、まだまだ成長段階みたいなところにいるので、あれ、質問何でしたっけ？あの人生の目標でしたっけ？人生先って考えたんですか？なんか喋りすぎちゃった。ここまで聞いてないですよね。すみません。でも聞きたかったのが、どういう30代迎えたいってありますかって聞きたかったんですよ。看護師として働いた時とか、看護学生だった時は、私は看護師になって、まあ、25に結婚して考えたんですよ、はい、実は。でもなぜか今アーティストになってるし、今まだ全然結婚とかも考えてないし、とにかくこう毎日毎日なんかがむしゃらに生きてるっていうか、毎日の目標を立てて生きて、その中で何か見つかることもあるかもしれないし、実は全然違う仕事を将来やってるかもしれないし、本当に人生わからないなって思うことが多いので、コピさん今人生楽しいですか？今楽しんでますか？楽しいですね、楽しいです。でももっと楽しくなります。いやー、君の中身はそれってなかなか言えないんですよね。すごい。でも5年前、6年前ぐらいの私だったら絶対言ってない言葉ですね。変わりました。変わりましたね、やっぱり。自分の中でいろいろ経験していく中で、どんどん楽しくなっていったって感じですかね。はい、ごめんなさい、最後に1個だけ質問していいですか？人生を楽しむポイントというかって何か思いつくもあります？なんか本当に私、小さい幸せでいいと思っていて、人生を楽しむポイントって、これやらなきゃいけないとか、あれやらなきゃいけないっていうことはもちろんあるけれども、例えば今日なんかちょっと勉強頑張ったから、あのお菓子買おうとか、今日はちょっと友達に会って遊んじゃおうかなとか、なんかそういう小さい幸せ、自分へのご褒美みたいなものが一日一つでもあった方がこう人生が楽しめるっていうか、なんかそういう小さい幸せをどんどんこう自分の中で休むポイントみたいな、ちょっと休んだりとか自分へのご褒美みたいなものが、私は人生を楽しむポイントなのかなと思ったりしてます。そうですね、24時間365日頑張り続けるって無理だと思って。そうなんですよね。てか無理というか、それ休んでいいと思うんですよね。一日ね、ソファーでゴロゴロしながらネットフリックス見たっていいと思うんですよ。そうそう、いいんですよ。そう、酒飲んだっていいんですよ。あってもいいんですよね。だってそれがあるから頑張るべきタイミングで頑張れるものだと思うんですよね。なんか頑張ろう頑張ろうって思いすぎちゃうと疲れちゃうんですよね。そうで、結局その頑張ろうが積み重なってもう取り返しのつかないことになるっていうか、その起き上がるのが大変になっちゃうから、そうです、ね、ちょっとずつそうなんか息抜きするっていうか、大事だなと思ってます。いやー、でもこれからますますね、活躍の幅を広げていかれると思いますんで、ぜひ体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。また一緒に何か撮ってください。ぜひぜひよろしくお願いします。楽しかったです。ありがとうございました。本日のゲスト、コピさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。